一条市場というところに来ました。もともとここは市場があったんですよね。建物も古めかしい、ところです。ただ周りの町は発展して、マンションとか、背の高い建物が多いようです。ここは2階建て。これはやっぱり魚関係なんですね。天井にこういう、浮きのようなものが吊るされてます。全部魚屋さんですね。築地みたいなとこですね。これは札幌市民の皆さんに、海鮮食材を供給してるんですね。ああ、こういうあの、なんかオブジェがありますね。二条市場。すべてが魚屋さんですね。一条市場について二条市場。ああ、すごい。すごいな。全部、魚屋さんですね。ああ、函館に来たことがあるんですけど、函館も朝市会場。あ、横浜です。はい。あ、いえ、ちょっと。また来ます。はい。夕方ですね。夕方やってますね。はい。ああ。ありがとうございます。ああ、カニ。カニすごいな。すごい。水産物を販売されてるんですね。鮭とかの絵柄になってますね。荒巻き鮭とか。ここで終わりだ。あ、テレビ塔が見えます。あ、こちらもずーっと、市場ですね。あ、そこは商店街、アーケード街ですね。ここから撮ったことないんで、行ってみようかな。たぬき工事商店街っていうのがあります。これ、こういう真ん中の通りも全部市場ですね。ああ。あ、これ、市場の中の食堂。あ、こう。たぬき工事1って書いてますね。テレビと、あ、こういうオブジェが。川が流れてるんですね。あ、点滅してる。急げ。たぬき工事商店街。たぬきの絵柄になってます。たぬき工事商店街ですね。たぬきの絵柄になってますね。たぬきというよりか大きい。通りですね。全然。そんな感じですね。作業服とか売ってるんですね。やっぱりでかい町なんで職人の町でもあるんでしょうね。時間50分、距離 4.34km、平均ペース11分31秒、km あたり。平均速度 5.21 毎時キロメートル。テレビ塔が見えます。若い人たちがダンスの練習。あ、うまい。観光マップが貼ってありますね。現在地はここ、すすきのの、南東の位置にいますね。この辺りがですね、ラーメン横丁見ましたね。これが大通公園。これずーっと外れまで来ました。それが旧県庁ですね。で、駅との間、この辺に止まってます。支店は向こうですね。駅の反対側。あ、昨日の朝は、
クラーク博士来ました。お題旅見ましたね。だいたい、東北市内、あ、東北じゃないや、札幌市内見ました。大きい町ですね。繁華街は、札幌の方がでかいかな、仙台よりね。大通駅、大通公園ですね。あ、昨日通りましたね。